ねえ、はい。飛行機なんか切れてない？切れてないと思います。そっか。で、今日はどちらへ？今回はアナ255便に乗ってまず福岡に向かいまして、神社にお参りした後飲んだくれます。そんで翌日に長崎へ。あら、また長崎に。年末に行ってたよね。日頃の行いが祟られて悪天候で行けなかった軍艦島に今度こそ上陸を果たしたいとのことで。そういえば年末は軍艦島も池島も行けなかったものね。雨は今日のうちに降っておいてもらって、明日と明後日は晴れるといいね。ちなみに明日は長崎市内の観光バージョン2で、軍艦島は明後日です。プッシュバックが始まりました。羽田空港に4本ある滑走路のうちどれかに向かうんですが、今日はどこから飛び立つんでしょう。この天気だとどの滑走路から飛んでも景色はアートですけどね。おとなしく仕事でもするのがいいかもね。今日は平日だし。そうですね。あしろっぴー、明日と明後日の好天を祈って福岡着いたら伏田神社にお参りに行くそうです。こんな雨でもああやって見送ってくださるのね。あら、これってこんな雨の中でお疲れさんという挨拶なのかしら。きっとそうなんだと思います。ここから滑走路までは10倍速。雨なのにノリノリじゃないの？雨だからこそノリノリなのです。飛行機はどうやら D 滑走路に向かってるみたい。この滑走路は2010年10月21日に完成して供用が開始された新しい滑走路なんですが、玉川河口付近の海上に従来の埋め立てとジャケット工法による桟橋を組み合わせた世界初の人工島と桟橋のハイブリッド滑走路として建設されました。玉川の流れを遮らないように左側は桟橋形式になってて、川の流れを妨げないようになってます。設計耐久年数は100年、メンテナンスも容易になるように工夫されてるそうです。余談ですが、巨大なアーバス A380 は後方乱気流が大きく航続機との飛行間隔を広げざるを得ないことから、昼間の時間帯の乗り入れは認められてないんだとか。おや、いよいよ離陸です。新鮮な瞬間来た。皆様、長野県に離陸いたします。反調台でおとなしくしてて、はい。天気だと直接雲の中に入る感じなのかしらね。もう雲の中みたいな感じだしね。そうですね、かろうじて海が見えてるだけですもんね。船がたくさんと思ったら窓についた水滴だし。あ、いた、一隻。そういえば船他にいないね。まだ上昇してるみたいだけど、雲にすっぽり包まれて何がなんだかよくわからなくなっちゃってる。雲が切れたんで快晴の空に出るのかなって思ったら、ずっと雲の中でしたね。せめてどこを飛んでるか目の前のモニターで見てようと思ったんですが、確か故障してたんじゃなかったかな。モニター自体取るものもないし、機内サービスでいただいたコーヒー飲みながら本読みね。コーヒー入れてくださったカップ、例の超有名大人気漫画のだったわね。シロピーも頑張れ。おや、高度を下げ始めたね。着陸態勢に入りますって機内アナウンスあった。シロピー聞いた？聞き逃したそうです。やっぱりシメントね。で、飛行機は大きく左に旋回してます。博多湾から入ってまた大きく左に旋回して、いつもの南東から滑走路に入るんでしょうかね。海が見えてきました。だいぶ下がりましたね。間もなく大都市の真ん中に降りる迫力を楽しめるんですが、かなり低くまで雲が垂れ込めていたせいか、雲の下に降りたらいきなり大都会が現れた感じ。あれ、これいつもの南東からのコースとは違いますね。北西から着陸するみたいです。こっち側から飛んでもやっぱりビルドウロ鉄道工場家でびっしりの福岡市。さすが人口161万9585。政令指定都市では全国で5番目の規模だけのことはあります。こっちからだと鉄道がよく見えるのね。この篠栗線はまだ乗ってないんで、機械を作ってね主。やっぱり福岡空港ってすごーい。
こんな街のど前を飛ぶのって大阪の伊丹空港とこれくらいなんじゃないかな。新千歳は荒野からの。まあ私たちが知らないだけで他にもこんな街の前を攻める空港もあるのかしらね。ルシの故郷の鳥取空港も海からのアプローチだし、砂漠方面からも着陸できるんでしたっけ。砂丘砂丘、天候や風向きなんかによって海側からも砂丘側からも行けるんじゃないのかな。冬で季節風が強かったりするとフライトキャンセルとかあるんだよね。シロッピーも何度か遭遇したことがありましたね。まあ鳥取国を含めて日本海側は飛行機も鉄道もあれなことが。あ、無事に着陸しましたね。関係者の皆様ありがとうございます。こっちは雨止んでるみたいだね。ホテルにチェックインした後の神社のお参りも傘いりませんね。ありがとうございました。ガラスが曇っちゃって何も見えなくなったんで撮影ストップ。空港直結の地下鉄に乗って2つ先の駅博多で降りて常宿へ。ホテルでごそごそ作業した後に明日と明後日の好天を祈って雨の上がった。土砂降りでした。本当に虫あれよね。小さな折りたたみ傘しかないのでなかなかの濡れネズミっぷりでしたよ。こちらの串田神社、福岡の総鎮寺様で博多祇園山笠が奉納されることで有名です。博多おくんちというお祭りでも知られてますね。雨の中お参りして御朱印をいただきました。ホテルに戻ろうかと思ったんですが、せっかくなので串田神社から歩いて15分ほどの住吉神社もお参り。これだけ濡れたらもう構わんという気持ちだったようです。こちらのお社は筑前の国一の宮で三大住吉神社の一社です。御祭神は公開守護神の住吉三神、底筒の尾の御子と中筒の尾の御子と上筒の尾の御子です。神社はゆっくりお参りしないと神様に失礼ですね。今度は時間をきちんと取りたいですなどと師匠なこと言いながら早々に飲んだくれてるんだよね。主、お酒は活力一日のみそぎだってほざいてましたよ。シロッピー、今回も動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録をお願いします。それと高評価低評価もぜひ。また次の動画でお会いしましょう。